なんかちょっと取り付けにくいなと思ったら、これ、ファイザーオロ。デビュー専門になってからいろいろ楽になりましたね。何が楽か説明なんですよね。商品デビュー専門、それでわからない、それでわからないやつはいないですよ。まあ普通はそうですよね。商品デビュー専門、何やってるの？言ってるだろ、商品デビュー専門って。商品デビューを専門でやってる。ただまあそれによってツッコミが、商品デビュー専門なのにどうして商品デビュー以外のことやってるんだ。まあ確かに。簡単だよね。実際これファイブリング外に向けてください。今日はちょっと見せるためにこうしましたけど、本当はこう。簡単だよねこれ。すごい簡単。あ、そうだ。まあ、簡単簡単って言ってて、こう収納、これも簡単ですよ。ひねるだけ、こうひねるだけ、適当にひねるだけでもうこうなっちゃう。うん、簡単だよね。あの三省堂、最近昔あのこうなんか折りたたみ式のパタパタみたいな、そういうのつけてる人いましたけど、最近見かけないですよね。まあ流行りじゃないって言われそうだけど、いろいろ便利ですよ。車中泊するときに見られたくないとか、なんか仮眠取るときジロジロ見られたくない、そのときに三省堂すればいいですからね。使ってみてくださいよ。しかも安い。あとこんなちっちゃく畳めるから、まあ、こういうところ置いとけばいいですからね。シートの後ろとかね、ちょっとここだとカサカサいるからね。なんかちょっと取り付けにくいなと思ったら、これバイザーを下ろしてください。これで OK です。バイザー下ろしましょう。なんか話していると、違うわ、沈黙は悪じゃない、その話私好きなんだね。よくなんか人と会ったらなんかピチャピチャ喋らないといけない、お店とか行ったらそこの人と話さないといけない、話すネタがなければ話さなくてもいいだろうってですよね。それでいいと思うんだよね。なんか私ある、まあ某所で、ある人と乗ってた、ある人と車に乗ってた、それ全然喋れなかったんですよね。まあ別にそれでいいだろうと思って、まあいたら、後で、私といると全然会話がないからつまらない、あ、そうみたいな、なんか声出してないといけないのみたいな、そういうところがありますね。なんか会話、沈黙悪くないですよ。そのある店とかに行って全然その店と話さない、別に話がない、話すネタもないし、でもその店が楽しい、行くとなんかバイブスが上がるとかだったらそれでいいと思うんですよね。無理やり話さなくたって、というよりその店に来て黙ってる、1年間毎月来るけどあの人黙ってるな、つまんないのかな。そんなわけないでしょ。つまんないだったらそこにいないですから、わざわざお金払ってそこに遊びに来てるわけだから、そりゃ好きだろ、好きなんですよ。だからそこでいろいろ話しかけるのは野暮です。
黙に陥った場合、黙ってました。そのうち言葉が降りてきますか。言葉が降りてきますよ。きっと降りてきます。